みんな、本物の俺はどっちでしょうか？正解は、この真ん中の俺でした。ということでみんな、このゲーム、この周りにいるね、もう一人の自分たち、これね、全員機械なんよね。機械の脳腕に隠れて本物の脳腕がいます。そしてこの奥にクマくん。なに？君は今日は保安官の姿になってるね。かっこいいっしょ。ま、これがね、本物の俺なんやけど、クマくん、この奥には偽物の俺が大量にいて、その中に一体だけ本物のね、俺がいますよ。え？多すぎないライオン。けどこれをクマくん、じっくり見定めて、本物の俺を見つけたら撃ってください。なるほど、ライオン見つけた。あれ？そりゃクマくん、偽物です。なに？クマくんに上にね、頭の上にハートがあると思うけど、3回見せるとクマくんの負けですよ。了解、あと2回ってわけ？そう。で、ちなみにみんな、この隠れる側はタスクっていうのがあって、フロントデスクのキャッシュを盗む。ここにあるね、これをしっかりとやらないと、今これね、俺の体が赤色なのはクマくん側に見えてます。俺が本物だよっていうの。だからこういうね、タスクを配られたら、ちゃんとタスクをやらないとクマくんに位置がバレてしまうので、しっかりこうタスクをこなしていきます。 OK。 で、その間にまた NPC のふりをして、偽物のふりをして、俺をこうやって街を駆け回るというわけですよ。クマくん、もうゲームは始まっているよ。なに？どこだらよ。くまくん、俺はどこかな。あ、俺の次のターゲットあそこだね。あそこまで行かないといけないから、バレないようにくまくんにね、行かないといけないんですよ。くまくん、僕はそこにいるよ。あ、くまくんが近いよ、近いよ。君じゃない、クライライオン。それは偽物だ。どこだライオン。くまくん、あと1回しか外せないよ。君はタスクを探してるっていうことは、何か物がいっぱい落ちてるところの周辺にいるんじゃないか。あ、なんだここは。クマくんは絶対バレないところに来たぞ。よしよし、これでしっかりと金塊だ。これ盗もう、クマくんが見えないうちに。よし、これでゲット。よし、金塊完了だ。で、みんな、このね、今クリアしたら、ここのタスクがね、どんどんマックスになるんで、これマックスになると多分俺の勝ちだ。さあ、次はどこかな。毒の材料、あっちかな。あっちに行こう。金塊、あ、地下、ここに金塊がある。ライオンはここにいたというわけか。どこだライオン。さあ、次のタスクまで行こうかな。クマくんが近くに、やばい。これか。君、僕から逃げてるね。帰って。くそ、逃げ足の速いクラッキャラ。ははそれは偽物だけだから、僕の勝ちだ。ということで、クマくん、だいたいこのゲームのやり方わかったでしょう。うん、要領はつかんだよ。偽物を見つけて撃てばいいだけ。しかも3回しか失敗できないから、ちゃんと見極めてね。わかった。不自然な動きしてる人を見つけたらいいんでしょ。そうそう。で、これ隠れる側になった人はタスクが用意されてるので、クマくん、うん、しっかりと逃げてよ。じゃあクマくんが次は逃げ回る番だ。見つけてみな。よし、クマくん、今回俺は保安官だよ。なるほど、ライオンどこかな。クマくん怪しいな。あれ、なんだ？あの子今タスクしてたよ。今動いたよね、君。あれ、これじゃないの？今触ってたけど。違うか。なんかちょっと怪しいような気がしたけど。ん？なんか怪しいな、この子。ライオンくん、タスク完了しちゃったよ。え？ほんとだ、タスク進んだ。あれ？これか。撃ってみよう。えい！あれ？違う、無実だ。嘘だ。違う違う、どこ撃ってるんだ？あ、これ分かった。タスクも勝手にやるんだ、これ NPC。 そんなの分かるわけないじゃん。あった、次のタスクはこっちだ。くっさ、どこだ。ライオンくん、見えてるよ、君が。クマくん、なに？そこにいるのは見えてるよ。何が？これじゃないな、怪しいけどな。果汁影分身の術。くっさ。あ、あれ、今逃げたな。どうだライオン、僕の姿を見て逃げたな。怪しい。いや、怪しいけど、いや、逆に堂々としすぎている。くっそ、これは違うか。クマくん、蜂蜜をあげよう。蜂蜜？ほらほら、真ん中に蜂蜜があるよ。そんなのいらないよ。タスク完了しちゃうよ。くっそ、どこだ。タスク完了。え、あれか、怪しい。なんだ、そっちか。はっ、いや、爆発したぞ。ライオンくん、丸見えだね。クマくん、なに？止まりなさい。いい、止まることなんか知らないよ、僕は。あれ、これじゃないのか。くっ
そう。何見てるんだライオンは。クマくん止まりなさい。ライオンくん止まってます。天国。あれこれじゃないのか。ライオンくん止まってます。天国。どうだ。よしタスクをしに行こうかな。そろそろクマくん僕はしっかり見つけるから、そんなに甘えたことをしてるとすぐに見つけちゃうよ。リンゴ美味しそう。ハム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 。リンゴハムハムハム。よーしタスク完了。タスク完了。リンゴ、うん、美味しい。クマくん僕はもう見つけたよ君のこと。あれあれクマゴロ。なんだい。クマゴロどこに行くの。ねえクマゴロ。何が。クマゴロ、そんなにコロ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 移動するわけないよね、NPC が。何が。クマくん、焦ってるね、汗が出てるよ。このホラーな暗いな、ちょっと。ここじゃないのか。クマくん、もう遅いよ、そんなこと言って。さようなら、ポン。クマゴロ、すぐ分かったよ、君のことはね。いやこれね出るんだ、びっくりマークが出るんだこれ、タスクが終了すると。だから早く逃げた方がいいよ、終わったら。え、ライオンなんで分かったの。びっくりマーク出ただけで分かったの。うん、そこにびっくりマークの周辺に君しかいなかったんだ、クマゴロ。くっそー、やるじゃないか。あ、じゃあクマくん、ここからはいろんな人がいるサーバーに行ってちょっと難しいバージョンで遊んでみよう。了解。クマくん、次俺保安官になりました。保安官、また人を捕まえるのかい。クマくんのは何。僕は犯罪者さ。あ、じゃあクマくん探そう。あ、こっち次はね保安官2人いるんだ。でいろんな人がいっぱいいるから、さあ偽物、あれもう見つけちゃった気がするな。クマくん何。なんか今すごく歩き方が変な子がいたんだ。誰のこと。あれ違うのか。あ、違うか。なんかぶつかってるってことは違うのか。なんか壁にぶつかってたかな。ライオンくん丸見えだよ。あれこれ違うか。さすがにこんな変な動きしないか。いや、こんなあからさまなことしないね、さすがに。これは違う。さあちょっと怪しいやつから倒していこうか。ん？なんか止まってるブルーがいるな。あ、今終わった。え、このブルーじゃない？これ終わったよ今タスク。絶対この子だ。倒します。デイ。え、無実。え、嘘。え、今この子終わったと思ってんけどね。なるほど、5秒後ぐらいがラグがあるのか。どこだ。よし、タスク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 。どれだ。やばい、びっくりマークをちゃんと見極めないといけないね。これはタスク終わった瞬間に見に行こう。タスク上だ。上から降りてくるやつが多分敵やと思うんやけどね。あれいない。ライオンが階段に登っていたよ。近くにいたのか。やばい、俺の仲間が。くっそ、てちてちてち。くっそ、誰だ。やばい、一人も倒せてないんじゃない、もしかして俺たち。やばい、今俺保安官一人しかいない。まだまだだね、ライオンくん。くっそ、どこだ。やあ、クマゴロ、おはよう。5秒後ぐらいに多分びっくりマークが出るから、しっかりそれ見極めてから行こう。早くタスクを進めるがいい。そして俺に位置を。あ、怪しい、この子だ。終われ、この子だ、絶対にこの子。よーし、犯罪者倒した。まずは一体。さあタスクが進むことにつれて僕は分かりやすくなっていくよ。ライオンくん、僕を見つけてごらん。くそ、クマゴロはどこだ。これが、ん、怪しい。クマゴロ、君また同じミスを繰り返したようだね。あれ違うのか。背中を向けて何言ってるんだ。クマくん、あれこんな止まるはずがない。いや、この子だと思ってんけどな。クマゴロ、動きなさい、撃つよ。いいんだね。さようなら。あれ違うのか。君間違った、クマゴロ撃ってるとこ見ちゃったんだ。くっそ、やば、あと一発しかダメだ。あ、待って、一人いる。あ、やばい、負けた。むずすぎる。やったー。くっさー。やったー。くっさー。むずすぎる。やっぱり人数が多いとこんな難しいんだ。難かった。いや、難しかった。クマゴロ絶対見つけたと思ったんやけど、違うかった。今回はね、君に見つかったような場面はなかったね。え、でも結構すれ違ってなかった。何回かすれ違ったけど、偽物クマゴロを追いかけてたよ。くっさー。間抜けな後ろ姿いっぱい見ちゃった。悔しい。もう一回保安官やりたい。クマくん、今回俺保安官です。僕は犯罪者さ。じゃあ今回はクマくん、僕がまた見つけてあげようか。見つけれるもんならね。さあ怪しい子から探していこうか。なんか今逃げたこの女の子がいるな。タスクをしてる子がいるな、あそこに。クマゴロ今ゴミ箱を触っているね。ライオンくん、何を勘違いしてるんだ。
これが今でもゴミ箱に矢印がつくと君が犯人だよ。あ、違うのか。さあタスクはどこだ。お、そこは、あれ熊五郎。あれ違う、明らかすぎるか。熊五郎、あれそんなことしないでよ。もいや、わかんない。あ、そこ動いた。いや、ライオンくん丸見えだよ。いや待て、この子だ、この子怪しい。あれ、カナカだ。よし、犯罪者まずは倒していく。いや、これこの子今怪しかったよね。よしよし、まずは一人やっつけて、熊五郎。お、しかもなんかもう一人、もう仲間の子がやっつけてくれてる。あとは熊五郎ともう一人だけだよ。大丈夫、僕は強いから。慎重にならないと、熊五郎。やばいよ。あ、そこあるけどな。でもこれさっきからずっといるから違うと思うね。どこに逃げてたんだ。5秒ぐらいしか楽ないと思うから、近くにいると思うけどね。どうやって押すんだ。熊がら、あれこれなのか。あれこれじゃないのか、ターゲット。熊くん、タスクしないとハイライトで君の位置が分かっちゃうよ。俺は、あ、待って、ここに近くにいた。あれ違う、これどうやるんだ。やばい、やり方がわからないっていう大ピンチに陥ってしまった。熊くんらしいよ。あ、クマゴロマネしよう。あ、そういうことか。パンチ、何回もパンチするんだ。パンチ。クマゴロ聞こえてるよ。どこだ、違うの。あれ、クマゴロ今パンチをしていると見た。クマくんどこだ。あれ、何をしてるんだい。クマくん何をしてるんだい。そこで何が。クマくん逃げたってダメだよ、クマくん。今もう明らかに怪しい子がいたんだ。あ、しかもほら、もう証拠が出たよ、クマくん。びっくりマークがついたよ。何が。クマくん、ほらほら、僕の近くに行くと君はすごく焦り出すね。あ、ピザ美味しい。あ、クマくん、こんなとこにピザがあったんだ。さようなら、今なら許すよ。ジャンプできるのは人間だけだから、クマくん。じゃあね、くまくん、じゃあね。よし、僕たちの、あれ、クリミナル、犯罪者が勝ってるぞ。おかしい。くそ、もう一体やられちゃったのか。もう一人の子はどうしてたの。ああ、近くにいたのか。くっさー。まあでも、クマクロやっつけたから、いや、クマクロ、あー悔しいよ。クマくん本当に君は分かりやすかったよ。タスクあったんだけど、うん、なんかパンチみたいなのしてずっと完了できなかったんだ。なんか俺の画面でクマくんドクロマークみたいなのついてたよ。多分タスク失敗したらなんかあんな感じになるんじゃない。あ、そういうこと。うん、なんかちょっと見えてたよ。よく分からなかったよ。クマくん、これはやっぱりちょっと脳が負けてたってことかな。もう少し勉強しましょう。僕も君を倒す。クマくん、今回俺犯罪者です。僕は保安官だ。まさか、クマくん、これで俺たちの勝負、蹴りをつけようじゃないか。ああ、さっきの仇を撃つ。クマくん、近寄らないでね、あんまり。ライオンどこかな。あれ、これはキックパンチ、キックパンチ。よしよし、タスクが終わっていくよ。ライオンくん。何。ごめん、もう見つけたよ、君。え、なわけないよ。君じゃない。やめて。ライオン、キックキックパンチって大ヒントを大声で叫んでたね。なんだと。さよなら、ライオン。うりゃー。クマくん、騙されたね。何。騙されてしまったね、この僕に。君でしょ。君じゃないの。いいよ、そこで止まっておいて、ゲームが終わっちゃうよ。何をしてるんだい、クマくん。キックキックパンチ、キックキックパンチ。君だ。無理。クマくん、本当に僕はもうそこにはいないのに。どこだ。くっそ、騙された。どんどんタスクはクリアしていきます。いや、これは怪しい。いや、でもダメだ。あとライフが1しかない。確実な犯罪者を仕留めるんだ。クマゴロ、見えてるよ、君の姿が。おっとおっと、近づいてみようかな。ちょっとクマゴロは恐ろしいな。いや、いた。何を言ってるんだい。クマくん、最後の一発だよ、それが。君じゃないか、ライオン。今君の目の前に何がある。そう、キックキックパンチ、キックキックパンチ。ふざけ。クマくん、本当に君のこと手取り足取り全て分かってしまう。君のやりたいことがね、遠くから僕は見てたんだよ、クマゴロ。
近くにいる僕を自分だと思い込ませてクマくんを操作してたんだ。今クマくん聞いてるかい？うそよし、じゃああとはもう一人ね、警察官がいるけど、まあ残り1か HP は。あ、でも俺僕で終わりだ、最後だ。適当にやってみよう。おし、勝った。変な、待って、撃ってる、怖い、やばい、残り一人だ。僕指名手配犯一人だ、やばい。でも目の前でタスクをクリアすることで明らかに分かりやすくする。これでどうだ。もうちょっと終わりなんだけどな。よしよし、ここのタスクをクリアできれば俺の勝ちじゃないか。これでどうだ。よーし、勝ったー。ふぅ、危なかった。クマゴロにも勝ったし、気持ちいい最後だ。くっさー、気分が悪い。クマくん、クマくん、楽しかったよ、今日は俺は。どこだ、ライオン。クマくん、ここだよーん。くっさー、勝利のダンス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 。悔しい。でもクマくん、このゲームめっちゃ面白かったね。面白い。またちょっと次回みんながね、もっとやってほしいっていう声多かったら続きやっていこうか。うん、超面白かった。他にもね、ほらいろいろなね、銃とか変えたりとか、なんかいろいろできるっぽいから、もっとやってみよう。ということで、この動画楽しんでくれたり、続きをまたやってほしいと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしく。よろしく。ってことで、また明日、バイバーイ。バイバーイ。